どうしてお前たちがここにいる？離島で何かあったのか？九条サラ、拙者を覚えておるか？覚えている。楓原和葉だな。メガリレーの発令中は指名手配されていたが、今はもう撤回されている。サラ、一つ聞きたいんだけど、和葉の家が天領奉行に差し押さえられた時に中にあった者たちは今どこにあるんだ？当時押収したものは奉行所の隣にある倉庫に保管されている。だが楓原が稲妻に戻った今、確かに本来の持ち主に返すべきだな。誤解でござる。拙者たちが来たのは物を取り戻すためではないのだ。ただ私的な用事であれらの物の調査をしたい。分かった。私から奉行所にお前たちを倉庫へ連れて行かせるよう連絡しよう。ありがとう、サラ。楓原、メガリレーの時は。九条サラ、あれはすでに過去のこと。言う必要はない。お主に自らの信念と苦衷があったことは、拙者も分かっているでござるよ。一つ、頼まれてはくれぬか？ああ、聞こう。拙者は、今さら稲妻に戻って生活する気はない。家にあった者たちは拙者にとって無意味なものでござる。九条サラ、お主の真偽を信じて頼みたい。拙者たちが調査を終えたら、あれらのものを代わりに処理してほしいのだ。どこかへ売って得た資金を貧困に苦しむ民の救済に使ってくれぬか？承知した。私が責任を持って処理しよう。安心するといい。奉行所には伝えておいた。担当の者が倉庫へ案内するはずだから直接向かうといい。それから楓原家が残したものについては近日中に私が処理する。守備を強化する必